サワディカ。それでは前回は免疫のメカニズム、だからウイルスがやってきた時にどのように立ち向かっていって、自身が健康でないとどのように暴走していくのか、また生活習慣の乱れなどによって免疫力が低下していくというお話をしてまいりました。そこで今回はその鉄壁の免疫力を取り戻す方法、この本の著書でもある順天堂大学医学部教授がおすすめをする朝、昼、夜の生活習慣、それから食事法、これを順次ご紹介していきたいと思います。その前にやはり大事なことなので、ここでもう一度言っておきますと、免疫力の向上、この鍵となるのはやはり腸内環境と自律神経みたいなんですよね。これらの改善が必要になってくると。だからこれまでに暴飲暴食、睡眠不足、生活リズムの乱れ、ストレスなどを体に与えるような生活をしている人はですね、特にそういったあたりを中心に改善していく話となっていきます。はい、それでは免疫力を高める朝の習慣、一つ目としては1時間早く起きる。この1日の始まりでもある朝を慌ただしく過ごしてしまうと、焦りや不安といったストレスが影響して交感神経が急激に上がって、1日のその自律神経のリズムがもう狂ってきちゃうんですって。はい、朝の習慣その2、カーテンを開けて朝日を浴びる。これは自律神経の1日のリズムを整えるためにも、毎朝体内時計をリセットするということが大切だということなんですよね。またできればもう外に出て全身で浴びるのがいいと、さらにはもう30分ぐらいウォーキングするのもいいですよということなんですよ。朝の習慣その3、コップ1杯の水で腸を目覚めさせる。この水の刺激によって前導運動のスイッチが入って、もう夜中に用意していた便の排泄がスムーズにいくということなんですよ。ちなみに腸に刺激を与えるポイントとしては、もうグイッと一気にもう一気飲みするっていうことみたいですね。さらに補足しますと、この水というものはやはり我々人間にとってはとても大事なもので、食事で摂る水分とは別に、だからその他お茶とかジュースとか、だからそういったものとは別にお水を毎日 1.5 リットル飲むことが推奨されています。まあ水の 1.5 リットルって言ったらたったこれだけなので、これはもう絶対に飲んでください。これが健康の秘訣です。私は今日もう飲んでます。というかもう私は午前中にもう 1.5 リットルぐらいはもう飲むようにしてます。はい、朝の習慣その4、朝食で自律神経のスイッチを入れる。このね、自律神経の交感神経と副交感神経ってありましたよね。交感神経というのは主に日中に働くやつですね。興奮させたりだとか、もう活動的にさせるんですよね。一方で副交感神経というのは体をリラックスさせるやつですよね。だから前日の夜からもうリラックスモードなんですよ。で、夜中寝るじゃないですか。で、朝起きたとしてもまだお休みモードなんですよね。そのお休みモードから活動モードに切り替えるのがこの朝食なんですよ。だからこれは一日の自律神経のリズムを整えるためにも非常に大事なんですよ。朝食は食べましょう。はい、朝の習慣その5、トイレタイムを作って排便の習慣を体に覚えさせる。これはまあ毎朝排便の習慣がすでにある人にはもういいんですけれども、毎朝排便皆さんしてますか？もしできてなくても大丈夫です。人間の体というのは習慣づけられるものなので、初めのうちは出なくてもいいので、もうトイレタイムを確保するんですよ。で、もう便座の上に座ってもう力む必要もないですよ。で、出なくてもいいです、初めのうちは。で、これは朝食後の話ですよね。今までの朝の流れ覚えてますか？まずは1時間早く起きますよね。そしたらカーテンを開けて朝日を全身に浴びる。そしたらコップ一杯お水を飲む。ぐいっと一気飲みする。そしたら朝食を食べる。そしたらトイレタイム。これですよ。ちなみに排便を促す腸マッサージというのもあるので、気になる方はインターネットでチェックしてみてください。はい、朝の習慣その6、ゆるスクワットで効率的に筋肉を鍛える。このゆるスクワットというのは、
この下半身の筋肉だけじゃなくて腸の筋肉も鍛えられるみたいなんですよ。でまずは、足をですね肩幅に開いてください。で手は両手は首の後ろですね。でここで、ゆっくり、息を吐きながら90度まで持ってくる。この時にですね、猫背になったりだとか、腰が曲がっていたりだとか、あとは90度以上。だからもう、ここまでじゃなくて、ここら辺でやめちゃったりだとか、あともう、下まで下がっちゃったりだとか、そういうことはせずに、90度ですね。これを息を吐きながら落とすと。で、吸いながら元に戻す。これをですね、朝昼晩の10回ずつやって、まあ、1日30回ですねを目指してまずはやってみましょう。はい、免疫力を高める昼の習慣その1、鏡の前でにっこり笑顔を作る。この笑いというのはいくつかの働き効果があるものなんですけれども、例えばセロトニンの分泌を促し気分を明るくしてストレスを減らしてくれます。あとは免疫細胞の働きも活性化してくれます。で、笑顔が苦手な人、これ中にはいるみたいなんですよ。ただそういった人も安心してください。はじめは苦笑いでも構いません。そのうちですね、この表情筋、顔のこの表情を作る筋肉っていうのがあるんですけども、そこが柔らかくなっていい笑顔になっていくみたいですよ。なので笑顔はこれを使わない手はないんですよ。楽しくなるし、気分は明るくなるし、健康にもいいっていうことなんですよね。はい、昼の習慣その2、ゆっくり動く、ゆっくり話す。これは要するに心に余裕のない過ごし方というのが実は自律神経を乱す大きな要因になるんですって。はい、昼の習慣その3、深呼吸で交感神経にストップをかける。人間生きていれば不安や焦り、あるいは緊張することもあるでしょう。そうした時におすすめなのがこの深呼吸ですよということを言ってるんですよ。深呼吸、つまり鼻から深く吸って口から深く吐く。で、この本では4秒吸って8秒吐くということを言ってるんですけれども、これ別に5秒吸って10秒吐いてもいいんですよ。3秒吸って6秒吐いてもいいんですよね。とにかく吸った倍の秒数を吐くことが、まあこれ瞑想でもそうなんですけれども、ヨガでも、この鼻で吸った倍、口で吐くというのは結構どのやり方でも共通しているように思えます。はい、昼の習慣その5、座りすぎに注意。隙間時間のストレッチで腸を動かそう。デスクワークをしている人々にとっては当たり前のこの座る姿勢、これ実は肥満や糖尿病、癌や心筋梗塞、それから狭心症、これらのリスクを高めることが分かっていて、あの世界保健機関、だから WHO ですね、が警鐘を鳴らしている危険な習慣なんですって。だから隙間時間を見つけて、もう立ってですね、ストレッチをしたりだとか、立つのが難しければ、この座ったままでね、こうやってやったりだとか、膝をですね、こうやってクロスして、上体をですね、こうやってひねったりだとかですね、こうしたストレッチをやることが大事ですよ、ということを言ってますね。はい、免疫力を高める夜の習慣、その1。夕食は眠る3時間前に済ませよう。まあこれはよく言われますよね。食事をすると交感神経の方が3時間ほど優位になるんですって。そのため、眠れなくなったりだとか、眠れたとしても浅い眠りになってしまうんですって。
はい、夜の習慣その2、首周りをほぐして副交感神経の働きを高める。この首周りには自律神経に関係するツボだとかがあるんですって。いろんな神経があるんですって。ここを温める、まあそのツボを押していくのもいいんですけれども、今回はこの首周りを温めるやり方を紹介します。これはもうそのままなんですけれども、だから熱湯につけた、だからタオルとかでいいんですよ。ホットタオルを首の周りにかけて、このとにかく首周りを温めると。そうすることによって、さっきもちらっと言ったこのいくつかあるツボもほぐれてきて、副交感神経が働くようになるみたいですね。ここでも言ってるんですけれども、それだけで体の疲れや頭痛の改善にもつながって、もう気分もスッキリすると。おまけにぐっすり眠れるということじゃないですか。これはやりましょう。はい、夜の習慣その3、お風呂で深部体温を緩やかに温める。これはまあ東南アジアなどの暑い地域では、そもそもお家にお風呂がない、といった事情はちょっと一旦置いといて、ともかくやっぱり入浴というのは全身の血流を良くして副交感神経の働きを活性化させるんですって。なのでお家にお風呂がないといった環境にいる人でも、今後お風呂を購入する機会があるのであれば、ぜひとも検討してみてください。ちなみにシャワーでは意味がないそうです。それから理想の入浴方法としては、39度から40度までの温度のお風呂に15分間浸かることらしいです。夜の習慣その4、寝る前に部屋を片付けて翌日の準備を済ませる。これ要するに自律神経を乱す要因と思われるものはもう事前に取り除いてしまうんですよ。例えば毎日着る服ってあるじゃないですか。あれって毎日選んでませんか？私は極力ストレスフリーを目指しているので、そういった自分では気づかないようなストレスでさえももう取り除いてしまってるんですよ。つまり今日は火曜日なのでピンクの T シャツを着てるんですけれども、タイって曜日ごとにカラーが決まっているんですよ。例えば月曜日だったら黄色、火曜日だったらピンク、水曜日だったら緑といった具合に決まってるんですよ。だから私はその色の T シャツを着るだけなんですよ。パンツもその色のパンツなんですよ。そこまで考えて準備して、それを習慣することによって、その翌朝はですね、もうストレスもなく、すっきり一日が始められるわけなんですよ。はい、夜の習慣その5、眠る1時間前にはスマートフォンを手放す。これね、まあ、SNS 疲れなども言われるじゃないですか。まあ、SNS 以外にも、このスマートフォンだとか、パソコンから発せられるブルーライトですね。これが交感神経を刺激して、だから、これからはもうリラックスして、眠ろうとしているような時に、このスマホを見てたら、この脳とか自律神経を覚醒させてるようなものなんですよ。だから、眠れなくなる。眠れたとしても浅い眠り。翌日起きても疲れが残っている。こういった悪循環になってしまう。ということなんですよ。はい、それでは最後に免疫力を高める食事の習慣。これからお話しするすべての食事術、これらはすべて腸内環境と自律神経のためにあります。はい、それでは食事の習慣その1、ゆっくり噛んで食事を楽しむ。はい、それではどんどんいきます。食事の習慣その2、発酵食品を2種類以上食べて善玉菌を取り入れる。この発酵食品については概要欄に記載しておきますので、ぜひともそちらをチェックしてみてください。食事の習慣その3、1種類のヨーグルトを食べ続けてみる。これはまあヨーグルトと一言で言っても、いろんな種類のヨーグルトがあるわけじゃないですか。だから自分に見合ったヨーグルトを見つけてみましょうということなんですよね。はい、食事の習慣その4、ネバネバ食材とフルーツで善玉菌をサポート。これも詳しい食材は概要欄に貼っておきます。はい、食事の習慣その5、水溶性食物繊維で便秘知らずの腸になる。はい、続いて食事の習慣その6、大さじ1杯の甘煮湯で腸を整える。著者が言うには、質のいい油を適量摂取することは排便を促し便秘を解消するのに役立つ
この大さじ1杯というのは1日ですね、そのままもう飲んでもいいですし、もうサラダだとかそういった食事にかけてもいいですし、はい、食事の習慣その7、間食は食物繊維の豊富なドライフルーツがおすすめ。このドライフルーツによって免疫力に欠かせない栄養素が補給できるんですって。ただし甘味がもう凝縮しているので食べ過ぎには注意してくださいね、ということなんですよ。はい、食事の習慣その8、お酒を飲むときは同量の水を飲む。はい、食事の習慣これ最後ですね、9つ目、むやみに薬に頼らない。これね、よく薬に頼る人ってまあいるじゃないですか。でも薬ってその薬自体がその病を治してくれるわけじゃないんですよね。あくまでこの人間の免疫力、免疫をサポートするだけなんですよ。だからこの著者も言ってるんですけれども、薬というのはあくまで緊急時に使うもので、腰が痛いから痛み止め、風邪をひいたから風邪薬といったように不調になるたんびに飲むものではないということを理解しておきましょう、ということを強く言ってるんですよね。これね、その使い方を間違えるとこの腸内環境のバランスを劇的に危険にする可能性もあるんですって。はい、ということで免疫力が10割は以上となります。そしてこの本の終わりにこの著者はこんなことを言ってるんですよ。最後にあなたを守るのは心の免疫力です。だから要はよく言われる病は気からということを言ってるんですよね。その気持ちの落ち込みから来るストレスによって自律神経が乱れて、結果それだけで免疫力が下がるんですよ。ということで最後に言ってるのは、この脳と腸、それから自律神経、これを通じて心と体がもう密接に関わり合っているのが我々のこの体、ということを言ってるんですよね。はい、ということで今回は以上となりますけれども、この健康シリーズというのは今後も長くやっていきたいと思うので、これからもですね、超ご期待ください。それではどうもありがとうございました。サワディカ、バイバイ。夢見ていますか、この国の未来をもがいていますか、明日を生きるため志高く駆け抜けた同志の